口も見てないんです。ええ、僕らもわからないですけど、お楽しみビデオっていうのがあるらしくて、楽しみ、ええ、それちょっと皆さんで見ていただきましょう。はい、お前ら高手もんだ。やっちゃいけない VTR。 ひどいやつだね。どうかしら、あんたでも随分手加減してない。あれ、え、手加減してない？してますよ。しないでやんなさいよ、もっと鼻血出るぐらい。ほらほら、あ、やっぱりしない方がいいですか？当たり前ですよ。でも加賀さん、ほんまに殴られたら腹立つでしょ。加賀さん自身がね、こうパンパン。私はやーよ。そりゃそうだ。本気でやらせていただきます。本気でぶん殴ってもいいわよ、その時は。だいたいね、私の学園に挨拶来なかったな、あんただから。あ、僕言ったじゃないですか。僕言ったじゃないですか。あれはなんちゅうことすんねんな。ちなみに、一番最初に来たの誰ですか？あなたよ。ね、私なんですよ。汚ねえわ。笑顔。はい、笑顔が下手だって言われて、一回なんか番組やった時に、スタッフさんに、お前見てると番組が面白く見えねえって言われまして、そしたら母親からも笑顔のパターンが一辺倒だって言われて、でそっから僕笑顔がよく分かんなくて、でも俺小中高と笑えなかったんです。俺ずっとこうやって力入れて笑えなくて、笑い声として出なくて、でこれさすがにあかんなと思って、笑えるようになりたいと思ってずっと嘘で笑ってました。芝居で、最初芝居でずっとやってたら、だんだん気持ちが追いついてきて普通に笑えるようになりました。これいいんじゃない、役者的な考え。一回こう笑顔をつけるってことですね。はい、あ、面白いなと思ったら無理やり笑ったりとか。無理やりちょっと笑ってみる。無理やりなの感じなんですね。汚ねえな。汚ねえわ、笑顔が。汚ねえわ。違うんだよ。汚ねえわ。なんかゾウリムシみたいな。ゾウリムシ、ゾウリムシが大爆笑してる。でもずっと続けていくと多分絶対いいと思います。そうですね。ちょっと、はい、常に笑うように、はい、しています。卒業して、じゃなんで、どっちから一回就職したんでしょ。で、主戦さん、主戦は結局ギリギリで辞めた、誘われて、こいつがどうしても吉本行こう。僕はね、あ、そうそう、これ言いたかったんや。吉本行こう、吉本行こうって誘われたんですよ。僕その時ね、何やったかな、印刷校の就職がもう決まってた。あ、試験受けて。そう、面接受けて。そうそう、そう、日刊アルバイトニュースのね。日刊アルバイトニュース。いやだ、印刷校やな。なんかボソボソ言いながらやってるやな。ほんでそれをとりあえず断ったん。ほんで芸人になろう言って。いやだから遊びに、1年間遊ぼうやって言って、吉本の。高校卒業すぐでしょ。そうそう、養成所入ったら1年間、まあ遊べるやんか。でも俺は3年間ずっと寮におったわけやから。じゃあ遊びたかったわけ。うん。就職もしたくなかった。そうそうそう。で、遊ぼうやって言って、別に本人がって、就職するのもあれやし。うん。一応、親への言い訳になるから。そう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 。ただ僕は、こいつは吉本行こうって、僕は松竹行きたかったんです。何や、松竹行こう思った。ほんな俺と組んでるかも分からへんな。何でお前とこなの。死ね。死ねまで言うか。死ねまで言われた。お前は相方に。すみません、すみません。お前すみません。なんでそれ言われるの。すごいね。すごいね。なんかじゃ
んけどね、吉本が僕なんか嫌やったんですよ。分かる分かる、そういうの分かるでしょ。なんか野球といえばジャイアンツ、王道だからね、笑いといえば吉本みたいな、あれがね。でもほら、吉本が初めて養成所作った年やったんですよ。そうかそうかそうか、初めてやったらまあ行ったらええやんと。養成所も別に、それは試験とかあるんですか。あれ最初面接ね、2人で。うん、そんなことない。それはない。僕はこの人と一緒に来てやりますっていう。あれ、いや、みんなコンビで面接来ると思ってたんですよ。違うんですね。バラバラなんですよね。やっぱ一人でやっぱり。え、二人揃ってやった。二人揃っていうのが珍しかった。どうや。どうや、松本。お願いします。芸名は、芸名はないですけど。頭角現してきたの、いつやで、そこの中で。ちょっとい、いやでもコンビ組んでる人間があんまおらんかったから、早く仕事するのは早かったんですよ。じゃあ4月に入学して7月のその今宮恵比寿のコンクールあれで通った。そうです。あれ4月に出て7月にもう通った。3ヶ月で。そうですよ、3ヶ月で大賞取ったんですよ。おお、その時どう思いました。これで8月に舞台出ろって言われて、うん、でも何ヶ月出てて、何ヶ月最初でやったの。それおもろかったやろ。そやけど、いやーそれはもう下やった。しらさっぷ一番嫌いなんですけど、うん、寒いのがもうあの当時はもう思い出す、ずーっとそうでしたね。吉本でやっぱ芸人やと絶対師匠が誰かおんのが普通やから、うん、その当時だね。師匠なしで舞台出るっていうことがやっぱあの当時で言うと、なんかちょっと周りの人からは鬱陶しがられたんですよ、うん、もう全然受けへんから、もうずーっと2人で真横向いてしゃべって誰か笑ってるやつあったら。誰もいませんよ、そんなの。ずーっと2人でこうやって言わりかし芸人さんはお前らおもろいとは言うてくれたんですよ。客は全然やったけど、坂田翔が一回おもろかったんですよ、うん、全然受けてなかったんですけどね。で僕らはバーッと終わって出てきたら、坂田翔が舞台の袖でね、うん、コントの殿さんの格好してハゲ面でここガー塗ってピョーン2メーターぐらいのちょんまげ系真剣に見てた。見てたんです。初めてそれが坂田翔の出会いあれはさーって戻ってきたら坂田がこうやって見てるんですよ。うわー思って、お先に勉強させていただきました言ったら、その坂田翔がお前らなかなかおもろいやないお前の方がおもろいお前の方がおもろいお前の方がよっぽどおもろいしかも真剣にねお前らなかなかおもろいはあ。一応だから王道通ってきてるんですよね。バイトしなかったんだ。じゃあ入ってバイトとかは。バイトしたよ、やりながら。やりながら。吉本休んだってスナック、ダウンタウン2人はスナックで、スナックでバイト、同じ店で。そうそうそう、同じ店でバーテン。うん、嘘や。やってましたよ。それなんていう店だよ。プチ。甘い甘い。大阪からこっちへ来てからもうだいぶなるやろ。もうだいぶなる。何年なのかな。8年ぐらい。そんなことあれん、そんなことあれん。そうですか。なんで君がそこ強く言えんの。いや、見てた時来た。違うじゃん。夢の時だった。24ぐらい。もっと前やろ。金ちゃんの番組出てたかな。あれは通いですからね。あ、通いやった。あれ通い。それってそれいつ大阪から来ようって、それどこで決めるんですか。浜田はほら結婚したから。ああ。それでこっち来たんじゃん。結婚したからこっち来た。結婚したからこっち来たんちゃうでしょ、もう。でしょって。なんでですの。なんで聞き手には。来たのはやっぱり夢合いの深夜。夢。あれはでも通いだったでしょ、最初。あれも通いやった。夢も通いやった。夢の途中から。あれ、夢は、ほんまにきつかったよ。まあ、そうですね。一回、二人揃って食中毒で倒れたことあったの。そう。あんなもんね、嘘。そんなわけあるよ。いや、だいたい俺らもう薄々感じた。まあきつなって、まあ休もうかって言って、でも女や野沢やみっちゃんやなんていうね、まあ食中毒お前が死亡者が夢の時にね、浜田よくね病気になったりとかねしてたんですよ。体弱いでね、収録に来なかったよ。その時にね、たまりがあるんです。みんなすいません、ちょっと元気ないんですよ。いや、ほんとちょっとね、元気ないな、パッと見たらね、そんなんあった、ペンでハマーだとこうやって
あ、そう。あ、なるほどな。ほら、まったんこれ、これまったん、まったんこれ、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 押さなきゃ、押さなきゃ。やがましやがな。やがましやな、やとや。ちょっとでも、ケンタに。東京に来て、24の時に。24ぐらいやな、多分。24じゃないよ。今日か、25、6? 久しぶりに2人で目と目見た。帰るんですか。いや、帰る帰る、俺しょっちゅう帰ってるわな。そう、通いですもんね。通いや。